いはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。そら、袋無事なは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんと、なあ。焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な英雄になるためにも、知恵と根性を忘れたらあかん。そんな時は、宵宮姉さんのとこまで武器を取りに来るんやで。ええか？宵宮姉さん特製の花火なら、袋無事ななんてちょろいもんや。家も畑も、父ちゃんも母ちゃんも、みんなあんたらが守ったり。ちょっと待ちや。この短冊を一枚ずつやるさかい。帰ったら父ちゃんと母ちゃんに渡し。で、大事に保管する。なあ、約束や。ほな、気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。まあ、ええわ。別に責めるつもりはあらへん。袋ムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたら、そりゃ怒るわ。そうや？うちも最初から、子供が遅くまで外を走り回らんよ、親がでっち上げた妖怪っちゅうことは分かっとったで。せやけど、子供に聞かれたとき、ほんまのことを言えんかった。逆に、袋ムジナは可愛らしゅうて、人を傷つけへんいたずらっ子やって言ってもうた。あの子らが今信じとるんは、ほぼうちが教えた作り話の方や。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも、親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ？何もわかってへんのに、ズバッと袋無事ななんておらんって言うてもたら、逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに、子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる群れとか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんべーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。せやろ、どれも妄想やったとしてもかっこええしロマンがある。他人に否定されるんは悲しい。子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。それと同じや。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレ。どれもまだ子供には早いやろ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し、うちがちゃんと子供たちの安全を守ってるさかい。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい、忙しいんや。そうや、うちの名字が入っとるやろ。稲妻では結構有名なんやで。あ、せや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。父ちゃん、ただいま。どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと思って。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔昔、あかん、勝手に始めてもうた。かんねんな、父ちゃん前に怪我してからずっと耳が遠いんや。父ちゃん、父ちゃん、ちょい待ち。こないだ注文した花火の材料もう届いとるか。ちゃう、材料や材料、こないだ注文したやつ。ちゃう、材料やって言うてんねん。花火の材料、こ、お、せ、き。なやで？材料の鉱石。かまへん、それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、後で届いたらちゃんと受け取っといてよ。ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんになんか聞くといっつもこうなんねん。せやで、
父ちゃんいい人やから、みんなに慕われてるんや。